このペースカーがコースに出た時にピットワークを済ませる、これも作戦の一つなんですね。はい、ラップタイムが3分近くに落ちますので、はい、1分2分とその差が出ますので、その間にピット作業をしました方が良いと思います。わずかにその短い時間を有効により使うということがポイントになりますね。さてマシンがニューコーナーから最終コーナー方向へ向かおうというところ、その模様を今ペースカーから車載カメラで捉えております。さあ、まもなく6時間にわたる富士1000キロ熱戦の火蓋が切って落とされようとしております。耐久マシンが最終コーナーから立ち上がってまいりました。さあ、マシンを先導しておりますペースカーがイエローゾーンをカット、ピットロードへ突っ込んでまいりました。いよいよ86年の全日本富士1000キロレースのスタートであります。さあ、アドバンガルドの高橋君がコントロールラインを通過いたしました。さあ、各マシンが一斉に第1コーナー方向にものすごい勢いで飛び込んでまいります。さあ、いよいよ熱戦の火蓋225周という、まあ、長い、まあ、いわばマラソンレースですからね。まあ、どうしてもドライバーとしては競いたくなるんですが、これは序盤路面も濡れてますので、はい、まずは我慢といったところでしょうか。はい、まあ、雨の量は現在さほどではないんですけども、コースの方はかなり濡れておりますのでね、その辺も微妙に響いてまいります。しかし前半あまり飛ばしすぎというのも、今回大きなマシンがありますから、その辺ポイントになりますね。はい、もう走行ラインはだいぶ乾いてきたので、はい、あ、すごいですね。おっと、これは2台のマシン、ちょうどアドバンアルファ先頭走っておりましたが、挟み撃つような格好で今パスをいたしました。トヨタのマシンであります、先頭に出ます。しかし序盤から激しい争いですね。予想以上の激しい戦いになってきております。さあ、全部で1000キロという長丁場を走ります各マシンでありますが、序盤から激しい戦いになってまいりました。さて、この現在のこのコースコンディションで各マシンはどういう、まあ、セッティング、タイヤのセッティングですけども、もう先ほどのウォーミングアップ10分ほどしたんですが、はい、もう最終コーナー完全に乾いてるわけですね。はい、これだけ乾いてればほとんどの車スリックで行ってるんじゃないでしょうか。ただ1コーナーとかですね、試験の入り口あたりがまだ濡れてるんで、はい、その辺を十分注意して走らないと飛び出してしまうと。はい、現在トップを走っておりますのがカーナンバー36番のトヨタトムス 86C であります。ジェフリース、これをトップにいたしまして37番のアチソン、そして1番の高橋邦光、また27番の岡田秀樹、そして11番の長谷美と続いております。でまたカーナンバー38番のトヨタドームエジェールですが、こちらは現在6番あたりを走行中。おっと、これは柳田のマシンですか。カーナンバー20番、ちょっとラインを外して水に乗ったような感じで、はい、そのままコースアウトですね。1コーナーあたりですが、かなり水が残っているんですね。まあ、車には、何のトラブルもなかったようですね。そのまま線で突起しています。無事に戻ったようでありますが、しかし場所によりましては随分水の量が多くなっているところがあります。さあ、現在トップカーナンバー36番ジェフリース、トヨタトムス 86C、 これが非常に軽快にトップを走っております。さて、やはりこの路面ですね、乾いている部分も出ているようですけれども、この辺が前半でどういう展開に今なってまいりますでしょうか。2番手にですね、岡田選手上がってきましたね。はい、岡田上がってきましたか。彼の車はレインタイヤを履いているはずなんです。はい、ですからまだ今濡れている状況ではだいぶ追い上げができるという状況で、先ほど、まあ、1コーナーでも6番手ぐらいですか、はい、いたんですが、はい、もうあっという間にもう2番手まで上がってきましたね。まだまだ前半序盤ではありますけれども、まあ、その辺の争いというのが現在はそのタイヤのセッティングというところで、まあ、これ見ていただくと分かるんですが、はい、彼は濡れてるところをわざと走ってる、走ってますね。ドライ路面で、まあ、レインタイヤ履くと辛いんで、はい、あえて今水たまりを探して走ってるという状況なんですが、はい、特に直線はピット側のところがだいぶ水が多いですからね。はい、コース走行します。コースを選びながらドキマシンが今周回を重ねているところであります。もうスタートしてもうこれだけでこんなに乾いてますので、はい、このまま岡田選手 の, そのタイヤのチョイスが成功するかっていうとちょっと問題ですね。まあ、結果論なんですけども、はい、ちょっと後半苦しくなってくるんじゃないでしょうか。なるほど。現在雨はほとんどございません。路面の方もだいぶ乾いてまいりました。依然としてトップはカーナンバー36番のトヨタトムス 86C、 軽快にトップを走行しております。日産の2台のマシン、長谷美、そして鈴木あぐりであります。さて、トップを走っております、今回がデビュー戦となりましたこのトヨタ 86C をご紹介しましょう。このマシンは82年からスタートしましたトヨタシーカー開発プロジェクトの第5代目のマシン。 85C と比べましてより低くワイドなボディフォルムに変身しております。
その開発コンセプトをドームの林、トムスの舘良氏に伺います。特にその設計者としてさ、どの辺がどういうふうに大きく変わったのかね、でまたどういうふうに良くなったのか、まあ、特にウイングがね、今まで国内 の, あのすごいダウンフォースの必要な、走り方に対処したウイングを取ってたから、まあ、今回は高いのも低いのも両方使えるっていうね、まあ、ルマンでローウイングっていうのはうちは成功してるから、以前フォードで走った頃にね、まあ、ああいう形で使えないかっていうことが一つあるのと、まあ、あとはもう徹底的に今まで の, あのアンダーカウル 方面の空力特性の良さはもう最大限活かせるように、フラットでスムーズでね、で強度があって、まあ、アンダーカウルっていうのはベコベコになって引っ張られるとその分ロスするからね、だからその分強度も出してしっかりと地面に食らいつくっていう、同じ空気抵抗でね、まあ、そういう方向だね。国内のウェックでいい成績を収めるなきゃいけないってこともさることながら、もう 近づいてきたルマンだけどさ、やっぱあの今の86は今年の、まあ、85.5 か86かよく分かんないけどさ、まあ、86C はやっぱりルマン用には向いてる車かな。まああの去年やってみてさ、うん、まあ、一部がっかりした、最高速あんまり高くなくてね、うんうん、っていうこともあったから、まあ、あのそれに対処できるようには考えてるからね、うん、まあ、成功するかどうかは別個として、うん、まあ、ウイングの低いやつで、まあ、どのくらい、まあ、10キロでも上がればねタイムに相当響くし、そうだね、エンジンもより強力になってるから、うん、まあ、希望的な見方いくらでもできるからね、うん、うちなんか昔からルマンやっててエンジンが、ね、壊れたり自分たちと関係ないところでいろいろトラブってきてね、だんだんこう解決されていって、うん、エンジンはもうトヨタで絶対大丈夫、うん、ミッションも大きくなったね、まあ、体制も固まってきた、うん、だからまあ不安要素がどんどん取り除かれていってるよね毎年、うん、だからいつそれがね実を結ぶかは別として、だんだんレースやっててね行くのが楽しくなってる状況ではあるね、うん、去年はとにかく参加しようっていうようなねつもりだったんだけど、まあ、たまたま去年1戦目で完走して12位になっちゃったんで、今年はもうちょっと欲張ってさ、そう今年はもう完走狙いなんてのはダメよそっちは、いやもちろんそうだよだまあちょっとチャレンジ精神もねあの発揮して、ただやっぱり勝敗気量でしょうちのエンジンは、だ勝敗気量という部分ではやっぱりもう50台以上のエントリーの中でも一番小さい方だからさ、やっぱもうある程度少しチャレンジ精神を旺盛にして少しブースト圧も上げてね、あの5000キロ近く走ってやろうかなって目標なんだけど、まあ今年は2台ともねいい成績でできればシングルでゴールしたい、まあ、あのどっちかがまた完走してどちらか1台がたまたまうまくね入賞するなんてのはもう最高だ ね、 もうね、熊谷さん、このマシンは実際かなりのポテンシャルを持ってるようですね。はい、このエン、使われてるエンジンがトヨタの 4TGT というエンジンなんですが、はい、昨年の仕様から比べて今年はですね80馬力アップして580馬力出ているそうです。まあ、ドライバーもそのパワーアップを体感できているということなので相当期待の持てるマシンに仕上がっているんですね。そういうことですね。さてそのトムス 86C にドーラ27番のフロムエアポリシが随分接近してますね。そうですね、もうだいぶ今の濡れた路面にはそのフロムエのレインタイムがピタリと合っているという状況になります、はい、なるほどね、まあ、前半でこの濡れているうちにだいぶ稼ぎたいというところですね。そうですね。